今回は過活動膀胱の内容になります。患者さんは本当に過活動膀胱なのか。過活動膀胱は命に関わる病気ではありませんが、日常生活に影響する病気です。今回の講演会は東京医大泌尿器科講師の宍戸俊秀先生より講演会のお話をいただき感謝しております。それでは本題になります。この私の講演会では過活動膀胱について分かりやすく解説させていただきます。この30分の講演会を聞いていただくことで少しでも病気について理解していただけましたら幸いです。過活動膀胱の年齢別、性別有病率では年齢とともに増加し、男女比は50歳を超えたところで男性の割合が多くなります。男性の場合は前立腺肥大症の影響も考えられます。2012年の人口構成から過活動膀胱症状がある実数は1040万人で、有症状率は 14.1% と推定されます。日本泌尿器科学会、日本排尿機能学会より発行されている診療ガイドラインになります。2015年に過活動膀胱、2017年に男性の下部尿路症状と前立腺肥大症、2019年に女性下部尿路症状、2020年に夜間頻尿のガイドラインが発行されております。今年第3版の過活動膀胱のガイドラインが発行されました。今回の講演で排尿のことに関して少しでも理解していただけましたら幸いです。まず患者さんの自覚症状を把握する。過活動膀胱の症状で尿意切迫感、頻尿、切迫性尿失禁を主訴に来院されることがあります。この症状のうち過活動膀胱では尿意切迫感が必須の症状となります。知っておいてほしいことは、下部尿路症状は蓄尿症状と排尿症状、排尿後症状という3つの症状で構成されています。蓄尿症状は尿を溜めた時に出る症状で、排尿症状は排尿時に起きる症状、排尿時症状と理解ください。排尿後に出る症状を排尿後症状と言います。蓄尿症状は頻尿、尿意切迫感、尿失禁という3つの代表的な症状があります。1日のうち8回以上排尿することを頻尿と言います。突然起こる我慢ができない尿意のことを尿意切迫感と言います。尿失禁は実際に尿が漏れることを言います。頻尿には症状が起こる時間帯で分けることができます。1日のうち目が覚めて起きている時だけ近い昼間頻尿、夜に限ってトイレが近い夜間頻尿、これは実際にお困りになるのは夜間2回以上起きる場合と思われます。昼夜関係なく1日トイレが近い昼夜頻尿の3つのパターンがあります。多くは膀胱蓄尿障害といい、膀胱が小さくなって1回の排尿量が少なくなっている場合があります。頻尿が起こる時間帯を知ることで原因を考えることができます。尿意切迫感の定義は、急に起こる非常に強い尿意で我慢することが困難な状態、尿意切迫感があってトイレに間に合わず漏らしてしまうことを切迫性尿失禁と言います。過活動膀胱の患者さんの場合、半数以上の方が切迫性尿失禁を合併していると言われております。3つ目の尿失禁には腹圧性尿失禁があり、咳やくしゃみなどで腹圧が急にかかった時に漏れてしまう状態です。漏らす量は普通は少量となります。逸流性尿失禁です。これは尿がうまく排泄できず、膀胱内に尿が残ってしまい溢れ出す状態の尿失禁です。男性に多い尿失禁で、前立腺肥大症などで尿閉となり溢れ出す尿漏れです。機能性尿失禁とは、認知症などの高次脳機能低下によってトイレ以外のところで排尿してしまう状態を言います。蓄尿症状が起きる主な疾患はこれらになります。排尿症状、
排尿後症状が出る主な疾患はこちらです。他にもあると思われますが、省略させていただきます。蓄尿症状を主訴に来院された場合、疾患が多岐にわたりますので、まずは検査をして鑑別する必要があります。診断のためにまず行うこと、過活動膀胱を診断するには検査が必要です。これらの検査で除外診断をしていく必要があります。まず診断基準に大切な質問票があります。症状や QOL への影響具合を聞き取り評価をするものです。普及しているものは OABSS という症状スコアになります。4つの質問で所定の基準や点数を満たすと過活動膀胱と診断できます。日本初の質問票で世界的にも認められ、アジア圏ではよく使われます。質問票の内容で尿意切迫感が2点以上、合計点が3点以上は過活動膀胱の可能性があります。尿検査は排尿のトラブルがある場合必ず行います。頻尿だから過活動膀胱とはならないのです。尿沈査で赤血球や白血球が出ていないか確認します。赤血球が検出されれば尿路結石、膀胱がんなど泌尿器系の疾患を疑います。タンパク尿が同時に検出されれば子宮体腎炎や腎臓そのものの病気の可能性があります。尿に白血球が出ている脳尿の場合、膀胱炎などの尿路感染症を疑います。つまり過活動膀胱は血尿も脳尿もありません。超音波は必ず指向する検査です。これは尿閉になっていないか、排尿障害がないかを見る検査です。この検査は簡単な検査になります。排尿後に膀胱内の尿量を測定することで残尿量を把握できます。横断面と縦断面を測定し、膀胱の長径、前後径、単径を計測し、それらの積にさらに6分の π をかけると膀胱を楕円体で計算することができます。6分の π は 0.52 になります。これで計算は簡単になります。残尿測定は過活動膀胱の治療経過を見るのに必要な検査です。残尿測定は若い年代の残尿量はゼロですが、だんだん年を取ってくると男性の場合は前立腺肥大症で尿道の抵抗が増し尿が出にくくなります。年齢とともに低活動膀胱になることで残尿が出てきます。一般的な基準で残尿が50を超えるようであれば有意な残尿があると考えられます。残尿が 100cc を超えたらかなり残尿があり、これは尿排出障害があり過活動膀胱ではありません。ガイドラインでも残尿が多い場合は過活動膀胱の治療でさらに悪化する可能性があり控えた方が良いと記載されております。臨床では 30cc 前後の方で過活動膀胱の薬物治療をすると残尿が増加する場合もあり、残尿測定は内服継続するかの判断材料になります。残尿測定器は簡易的なもので医師以外でも簡単に残尿を測定することができます。鑑別のために必要なその他の検査は、超音波は残尿測定以外でした方が良い検査になります。男性の場合は前立腺の評価であったり膀胱がん、膀胱憩室などがないかチェックすることができます。尿流量測定とは尿の勢いを見る検査です。尿が出にくくないか、どのぐらい排尿するのにかかる時間がかかるかを計測します。排尿記録は24時間の排尿状況を把握する用紙になります。1回排尿量、排尿回数、1日の尿量を知ることで頻尿の原因が多尿によるものか夜間のみの頻尿なのかを評価することができます。男性の場合、前立腺肥大症の有無をチェックすることが大切です。前立腺尿量も残尿量の測定と同じです。前立腺肥大症で画像のように膀胱内に突出しているのを確認できます。前立腺肥大症に
過活動膀胱の症状が併存する場合、肥大症の治療なしに、安易に、抗コリン剤や、ベータ3作動薬を処方すると、尿閉になることがありますので注意が必要です。前立腺肥大症の薬物治療を行ってから、過活動膀胱の治療を併用します。超音波で、膀胱壁を折って、憩室を認めた場合、尿排出障害を合併していることが推測されます。排尿する際に、排尿筋の収縮が弱く、腹圧をかけて排尿していることが考えられます。その場合、尿の勢いをチェックする目的で、尿流量測定を行います。写真の測定装置の便器に向かって、排尿し診断します。このような用紙が出てきます。結果の見方は、正常な排尿は、このような曲線です。前立腺肥大症などの尿が出にくい状態の場合は、このような曲線を描きます。正常に比べて、尿の勢いがなく、排尿するのに時間がかかります。過活動膀胱だけではなく、他の排尿障害がないかチェックすることができます。次は、排尿日誌です。これは、過活動膀胱患者さんの日誌になります。1日の排尿回数は15回で、そのうち夜間3回と頻尿があります。1回の排尿量も 100ml と少なく、通常の膀胱容量は 300ml です。過活動膀胱は、昼間の頻尿を主訴に来院される方が多い印象です。次は、多尿の患者様です。1日の排尿回数13回、1回の排尿量は200から 300ml と問題ありませんが、1日の排尿量が 2520ml と多く、実際に患者さん本人に記録していただくと、自身が多飲多尿であることに気づくこともあります。これにより水分摂取の調整をしていただけます。次は、夜間頻尿の患者さんです。夜間4回はトイレに置き、1回の排尿量は、200から300ミリリットルと、しっかり尿が溜まった時に目が覚めている印象です。これは、夜間頻尿だけではなく、夜間の尿量が930ミリリットルと多く、実は、夜間多尿も隠れています。夜間多尿とは、1日の尿量の 33% 以上、つまり、1日の尿量の3分の1以上が、夜間に出る状態を言います。この患者さんの場合は、47.2% となり、33% を超えております。この方は、1日の尿量のうち、半分近くが夜に出ていることになります。夜間頻尿、夜間多尿は別の動画で解説しておりますので、概要欄から見ていない方は、ぜひ見てみてください。過活動膀胱の治療です。今回は、クリニックで行う治療がメインになります。過活動膀胱の主な治療は、行動療法と薬物療法になります。この2つの治療が、3ヶ月以上、行ったものの十分な効果が得られない場合は、手術を選択します。行動療法の中に知っていただきたい生活指導について解説します。生活指導の対象となるのは、主に蓄尿症状のある患者さんです。具体的には、頻尿、尿失禁がある人には、良い適応です。多飲多尿を避けるために、頻尿の方はまず、水分摂取を調整することが大切です。食事以外に1リットルから 1.5 リットルが適切な水分摂取の目安になります。カフェインやアルコールの摂取制限、適度な運動。減量は頻尿を改善し、女性の尿漏れには効果が高いと言われております。その他に、これらが生活指導に進められています。ガイドラインでは、減量のみ推奨グレード A の強く推奨とされています。生活指導では、まず、体重の4から 5% の減量が大切になります。行動療法で、よく知られている骨盤底筋訓練です。これは、骨盤底筋を収縮することによって、尿道括約筋の収縮力をリハビリするものです。骨盤底筋は、骨盤の中の臓器を支えるハンモックの役割をします。骨盤底筋訓練をする際は、両替、
座位、机の上に手を置くなどの体勢をおすすめします。体の力を抜き、肛門をぎゅーっと締めます。3秒間ほど静止し、ゆっくり緩めます。最初のうちは1回5分間から始め、時間を少しずつ伸ばしていきます。すると尿道を引き締める力がつきます。1日数回、毎日続けます。数ヶ月で効果が実感できるようになります。骨盤底筋訓練が筋トレとした場合、膀胱訓練は実践的なものになります。尿意を感じて少し我慢してから排尿する訓練です。最初は5分から10分ぐらい我慢をしてみます。家の中などトイレに行こうと思えばいつでも行ける状況で膀胱訓練をします。尿意を感じた時にテレビなどを見て他のことを考えることも大切です。生活指導、行動療法に併用して薬物療法を行うことが一般的です。過活動膀胱に処方できるものは現在2種類あります。抗コリン剤と β3 作動薬となります。抗コリン剤は過度な膀胱の収縮を止めることで排尿回数を減らし、1回の排尿量を増やす作用があります。排尿する際、アセチルコリンがムスカリン受容体と結合することで膀胱の筋肉を収縮させ、排尿が起こります。抗コリン剤はムスカリン受容体へのアセチルコリンの結合を阻害し、膀胱の異常な収縮を抑え、排尿を止めます。 β3 作動薬は膀胱を弛緩させることで膀胱容量を増大させます。抗コリン剤は膀胱の収縮をブロックして尿を止める作用があり、 β3 作動薬は膀胱を緩めて尿を溜めさせる作用があります。それぞれの代表的な薬剤はこちらです。次は内服する上で最も注意しないといけない副作用です。抗コリン剤はドライマウスです。唾液の分泌を抑える作用がありますので、水分の過剰摂取に注意します。便秘も注意が必要です。普段から便秘になりやすい方なのか、処方する前に問診することも大切です。抗コリン剤がムスカリン受容体と結合し作用します。膀胱にはムスカリン受容体のサブタイプ M2、M3 の2種類存在し、唾液腺と大腸には M3 が多く分布しているので反応し、副作用が出てしまいます。抗コリン薬の副作用で認知機能に対する影響が危惧されており、高齢者の安全な薬物療法ガイドライン2015では過活動膀胱治療薬のうち抗コリン薬は認知機能障害のリスクの観点から特に慎重な投与を要する薬剤に分類されています。抗コリン剤により交感神経優位となり賛同します。それにより隅角が狭くなりますので、閉塞隅角緑内障は禁忌となります。開放隅角の方の場合は使用が可能です。 β3 受容体は膀胱平滑筋に多く存在しています。 β 受容体のサブタイプは3種類あり、気管支や心臓には影響が少ない β3 ですが、副作用で人によってはほんのわずか脈が速くなる方もいます。 β3 の方が比較的副作用は少ない印象です。アドレナリンが出ている時にトイレに行きたくないのは β3 受容体が作動しているからです。過活動膀胱治療薬の切り替え時期の表です。左側が泌尿器科医ではない医師で、右は泌尿器科の医師になります。効果が得られにくい場合に次の薬剤へ切り替えるタイミングを示しております。薬剤の効果が出てくるのは 2,3 ヶ月後になりますので、副作用がなければ続けてみてください。1ヶ月以内で効果が得られにくい時の薬の変更は少し早すぎるかもしれません。内服開始した場合はまず3ヶ月間内服することをお勧めします。薬物療法は過活動膀胱に対する効果が高いことは多くの臨床研究で示されていますが、1年の治療継続率はどのくらいかというと、実は10から 20% と低く、
考えられる理由としては、行動療法も行うことで改善したのか。寒い時期に頻尿を主訴に受診され、暖かくなり春過ぎに症状が改善する季節もの。この場合は内服しなくても治ります。内服したことで症状が少し改善し、自己判断で内服をするのをやめることや、内服したがあまり思ったほどすぐに効果がなかったので内服をやめることなどが考えられます。12ヶ月間で内服中止理由として最も多いのは、抗コリン剤は薬剤の副作用で、ベータ3作動薬は効果不十分で中止とのことです。いずれの内服薬を使用しても改善しない難治性過活動膀胱についてです。過活動膀胱の治療で行動療法と薬物療法の併用を少なくとも12週間以上行ったものの、十分な効果が得られなかった状態を難治性過活動膀胱と言います。治療法として、まずは抗コリン剤と β3 作動薬の併用です。両者とも過活動膀胱の第一選択薬ですが、併用することでもう一段の症状改善が期待できます。それでもダメな場合は手術を選択します。経尿道的膀胱壁内ボトックス注入療法です。ボトックスはご存知のように顔のシワ取りや形成遮形などの用途で使用します。これには筋肉を麻痺させる作用があります。過活動膀胱では膀胱が過剰に収縮しています。そこで膀胱の筋肉に20箇所合計100単位のボトックスを注入します。膀胱を軽く麻痺させるのです。そうすると過活動膀胱は良くなります。もう一つの手術療法は体内埋め込み型仙骨神経刺激法になります。これはレントゲン透視下で行う手術で、仙骨の近くにある S3 の仙骨口に電極を差し込み、腰から臀部のあたりにジェネレーター発信装置を埋め込むものです。排泄に関係する神経に持続的に電気刺激を与え、過活動膀胱や便失禁の症状の改善を図るための治療になります。今回の講演会のまとめです。頻尿を訴える患者様は秋から増えてくるかと思います。まずやらなくてはいけない検査は、尿検査、残尿測定、排尿日誌です。今回の講演会では詳しく前立腺がん、膀胱がんのことを話せませんでしたが、頭の隅に入れておく必要があるかと思います。尿意切迫感が過活動膀胱には必須症状になりますが、頻尿の症状が強い方もいますので、ぜひ過活動膀胱の治療をしてみてください。過活動膀胱の治療をすることで生活の質を十分に良くすることができます。最後に、今回の講演会は杏林製薬のスポンサーで講演会に参加させていただきました。どうもありがとうございました。発表した時と違い、音声や画像修正をアップしております。ライブで参加していただきました先生、薬剤師の皆様、ありがとうございました。